暑いね。暑い。外で見るたっちゃんの髪型もいいね。とってもいいよ。鼻乗っかっとるみたいなんですね。カッパちゃん？なんか買う？買ってみようよ。このキッシュめっちゃうまそう。お惣菜美味しそうだね。こっちのお弁当も200円ぐらいやけん。これに関しては19バーツやけん60円や。あ、ここにないね、京チャーハン。どれ？あ、何それ、ベーコン？わかんない。うまそう。食べてみよう。これは何なんだ。なんか肉巻きベーコンみたいな。できました。さあ、これがタイで買ったお惣菜。ほうれん草のキッシュめっちゃ美味しそうじゃない、うん、なんかトロトロ。こっちがベーコン巻きハンバーグみたいなの。スープ仕立てにしてみました。いただきます。いただきます。とりあえずサラダか。これも初めて買った紫キャベツ。めっちゃ緑。うん、美味しい。うん、めっちゃ美味しいよ。マジで？うん、なんかほうれん草がさ、うん、もうちょっとベーコンっぽいんかなとかさ、思ったけど。お茶みたい。お茶っぽい味がする。うまい。優しいよね、味は。でもお茶の味わかるんだろ。やろ。なんか抹茶みたいな味する。めっちゃうまい。チーズも切れてるし。これ150円だよ、今の量で。
なんなんやろね、正体不明だったけどさ、ちょっと見た目がおしゃれで買ったんだよね。ハンバーグなのかな。あ、でもつみれっぽい。うん、うまい。うまいね。あ、チーズ入ってる。チーズ入ってる。うわ、うまそう。うん、絶対うまいやん。うまい。こうやってちょっとさ、お惣菜で一品増やしてもさ、いいかもね、安いし。